別な日には花を添え、ささやかな料理で乾杯。いつか必ず、いつか必ず幸せにすると言ってきたね。それが春。はい、皆さんこんばんは。ということでやってきました、2週連続、はい、今回はねリベンジということで、はい、ゲスト、先週に引き続きまして、イケてる iPad 活用術の西川洋一さんです。はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、先週ね、ちょっと最初からすみません、イケてるみんなの大事ですよ、みんな抜けちゃダメだよ、ね、みんなのでお願いします。いけてるみんなのね、水越さん、一回も正しく言ったこと俺ね、ほんと、いけてるみんなの iPad 活用術ですね、はい、やっと覚えていただいた。いけてるみんなの iPad 活用術ですから、皆さん忘れないね、はい、後で聞きますよ、ね、大丈夫。いけてるみんなの iPad 活用術、はい、先週に続きましてね、はい、先週実は、いろいろとトラブルがありましたね、はい、皆さん、ほんとお見苦しいところをお見せしまして、本当に申し訳ございませんでした、はい。あのネット環境がいろいろねちょっとトラブルがあって急遽プロデューサープロから別の配信ソフトに変えてお届けしたと、はい、でもね非常にアナログチックだったんですけど盛り上がりました。盛り上がりましたね、ある意味盛り上がりましたけども、まあそういうこともあってね、僕はもう本当に申し訳ないなと思って、次も石川さん出てもらえますかったら、いろいろ調整してもらいましてね、今日来ていただきました。で今日もちょっと早めに来てね、はい、いろいろと万全な体制で、途中でもしまた見れなくなったらですね、メディカスやめますそのぐらいの気持ち、もうそのぐらいやめないでください。いやいやいや、そのぐらいの気持ちで、ね、何回もついて、やりますんでね、はい、皆さんぜひね、最後までお付き合いいただきたいというふうに思っております。はい、ということで、はい、iPad か、まあ iPad ということでね、前回も、まあ、いくつかアプリをご紹介しましたけれども、はい、そうですね、無理やりこうやって、ね、はい、こうやってアナログチックにカメラでズームしながら見せましたけれども、そうやって見ていただいて、そうそうそう、今日はねバッチリあの、デスクトップ画面で見ていただくことができると思いますので、はい、まあ、そこら辺もね、非常に楽しんでいただきながら、はい、いろいろとね iPad のことを勉強していきたいなということありますけども、はい、今日はねやっぱりね速さの力でしょうか、うん、前回もねかなり ね、 ねたくさんの方に見ていただきました、はい、で今回ももうすでに始まる前から賑わっておりまして、速さん本当にありがとうございま す、 す、ね、たくさん書き込みを、ね、もう今日始まる前ね、もう僕ギター弾いちゃったりで、ね、ほとんどコンサート状態やってました。手品やったりパントマイムやったりね音楽番組と思われて、皆さん始まるちょっと前に来ると非常に楽しいものが見れますからね、ということでね、今日はね、あ、八田貝さんね、ありがとうございます、来てもらね、そう、八田貝さん教えてくれたんですけども、この、うん、今皆さんが見てる、パソコンで見てる方はね、この画面の下の方に行くとですね、どんどん夢が叶うメディカスということで、フォロワー数と合計視聴者数というのが出てるんですよ、うん、この合計視聴者数がなんと6万を、6万4回すごいですね、ですね、これ八田貝さん教えていただきました、ありがとうございます。ね、もう6万4回ちょっと言われてももうちょっとね、わかんないですね、はいはいはい、こうなんかピンときませんけれどもね、ど本当皆さんありがとうございます。もう どれぐらい続けて、あ、うん、今年の5月で3年ですね、うん、はい、3年すごいですね、はい、3年続きましたよ皆さん、長寿番組ですよ、ね、本当、はい、去年ね、2年続いて100回ということでね、100回、うん、記念イベントやりました、ね、石川さん来ていただきましたけども、東京カルチャーカルチャーで100人の方をね、はい、お招きしてやりましたけども、はい、もうそれからまた1年経って、もう今今日138回ですからね、うん、すごいですね、もう本当ありがたいですね、はい、デレック様さん、ゼロ坊やありがとうございますね、うん、宣伝しましたからね、このゼロ坊やのマークとかね、いろいろ宣伝しましたからね、それからね、佐々木さんありがとうございます、こんばんは、前回の、はい、愛のツイート大賞、はいはいはい、ね、佐々木さん、佐々木さんありがとうございました、はい、また今日もね来てくれましてありがとうございます、はい、いっぱいツイートしてくださいね。あ、それからね、香川さん、香川真司さん、香川真司さん、はい、あ、香川さんも、はい、そうですね、 iPad のありがとう、飛ばしてますよ、飛ばしてますよ、今日はちょっとね、先週あれだったんで今日はバーンっていきますからね、ほんと、あらら0123こんばんは、ありがとうございます。で、前回もね、ツイートしてくれました。ありがとうございます。覚えてますよ、ちゃんとね。ありがとうございます。佐藤慎さん、
ね、ありがとうございます。始まりました、うん、ということでありがとうございます。佐藤さんこんばんは。こんばんは。いや高橋さん、あ、聞こえました、よかったよかった、うん、ね、音出てますよ。信弘三谷さん、三谷さんね、ね、ありがとうございます。あのメディカスのね、あのフェイスブックページにもコメントくれましてね、はい、ありがとうございます、ね、三谷さんありがとうございます。あ、草間さんありがとうございます。帯出てないですけど、あの今入れますワンタッチで、はい、そんなに入りました、ね、ありがとうございます。第138回、はい、メディカス、はい、リベンジ iPad 活用講座ということで、はい、石川由依さんね、今、はい、テロップ出ました。あ、よかったです。草間さんありがとう、ありがとうございます。やばいな草間さん、これ一つね貸し作っちゃいましたね、本当ありがとうございますということでさあ、はい、今日もね、だんだん数が、アクセス数がすごい増えてきましたね、27人、はい、あ、嬉しいですね。さあどんどんいきましょう、はい、皆さんのツイートをねたくさんしてくださることによってどんどんね仲間増えてきますのでね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は iPad ということで、はい、まあ、iPad お、金子さんありがとうございますね。金子ありがとう。コメントが多いですね。多いですね。 iPad 興味あります、はい、ね、あ、興味あります。で、はい、iPad ね、まあ、初代出てから、うん、僕もずっと初代持ってましたね、はい、あの頃はまあ非常にインパクトありましたよ、はい、最初ね、はいはいはい、もちろん買って初代も初代初日に買いましたね。初日に2台初日に2台買ったの並んではないんですけど、すごいね、はい、本当ですか、はい、今は第4世代まで来ましたね。第4世代、はい、すごい。あ、そうですよね、僕が持ってるのが、あ、そうですね、あれ第4世代、ね、はい、うん、水子さん非常にいいですよ、はい、まず画面綺麗ね、お譲りして、はい、ね、いた画面綺麗ですね。画面綺麗、レティナディスプレイ、レティナディスプレイ覚えててくださいね、はい、今の4世代目はレティーナディスプレイ、レティーナディスプレイです、ね、あれ綺麗ですよね、はい、すごくね、めちゃくちゃ綺麗です、綺麗ですよね、はい、で今一緒に出てるのが iPad ミニ、ミニです ね、 ね、ちょっとこう見せてもらえますか ね、 これ、 ね、これがミニ、これがミニ、どのぐらいの大きさかというと、まあ、これがミニで、うん、ね、これが iPad の、まあ、4世代目ということで、そうですね、一回り一回り小さいです ね、うん、ですね、でまあ、軽さも軽いですしね、うん、半分ぐらいですね、半分ぐらい、うん、ない内容的にはどうなの、あ、これとこれって、やっぱり4倍速いですねこちらが、あ、やっぱりね、はい、こちら速いです、うん、これの倍速いのが3で、その倍速いのがこっちっていう感じ、うん、あ、じゃあまあこれ使うのはどういう用途なの、やっぱり、まあ、腰につけるとかね、この間もちょっと出ましたこれ皆さんこれね、ちょっと待って、これ ね、 これでやっぱ見せないとね、はい、これはね、僕もちょっと驚いたよ。あ、ズームができるんですね、これね、こんな感じで、これポコポコポコ、これ実際これで持って歩いてるの、これ歩いてます、歩いてます、マジで、これで大手町行ったらみんなこれしてますよね、うそ、ええ、もうなんか流行りみたいな、これさ、でもあの普通の iPad もこれ入るの、iPad は入るやつもあるんですけど、あ、これミニ専用なのね、これミニ用です、あ、 iPad 入るのもありますけど、今ちょっとね出して、じゃあみんなさここにつけてるのに、はい、ミニの人が多いの、やっぱ入れてるの、まあこれまだね、まあ本当のこと言うと売ってないんで、これから売る、え、何、本当にみんなつけてたって言ったじゃん、それ冗談です今だ、俺信じちゃった、信じましたかマジで、出遅れたとか思っちゃったよなんだ、そっか、そうだ、これつけてる人僕しかいないですねでしょ、俺ちょっと今ビビりましたけど、俺完璧に遅れてるなと思って、あ、サリさん来ましたよ、サリさんありがとう、こんばんは、ビゴラース、はい、ビゴラース、あ、ここか、ビゴラースね、一応やっとくね、ビゴラース、はい、ここですか、サリさんといえばね、黒猫止まりましたね、なんていう本のタイトル黒猫本ですよね、黒猫本ですよ、もう今ね、売れに売れてます黒猫本、はい、僕も読みましたね、ぜひ皆さん黒猫本お買い求めくださいよね、初日2台すごいな、今何台持ってるんですか、今ね、今3台ミニ入れて常時2台持ち歩いていて、うん、家にもう1台あるとか、まあ家族用とかありますから、そうですね、まあ、4台5台、4台5台ねまあ僕もそういう、はい、まあ初代持ってて、今これ4台みたいな、うん、まあ2台ね、うん、持ってますけどね、はい、あ、正しいタイトル分かりましたよ、人の目を、人の目を気にせず楽に生きるために黒猫が教えてくれた9つのこと、そうです ね、 ね、サリちゃんの著書でございます、ぜひ皆さんお買い求めください、はい、平瀬さんがね初代2台すごいなということで、や、はい、あ、ゆげさんこんばんは、ちょっと遅れました、皆さんこんばんは、大丈夫ですよ、はい、今からです、ひこベア、あ、石川さんだ頑張って、あ、皆さんね、これ顔アイコン出てないでしょ、今ね、はいはい、教えてあげますよ、今ね、これ
アナログチックだけど。いやいやいや。デスクトップに、あのね、皆さんね、あ、これ見せる。まず画面。これちょっと待って、これか。この辺、要するにやっぱいいですね。こういう画面切り替えね。これが今見えてんのかどうかがわからない。あ、見えましたよ、見えましたよ。ちょっと待って、これ、いや、すごい不便だな、これ。ね、これデスクトップ映せばいいだけの問題なんだけど、うん、あ、分かんないね、やめますやめますデスクトップ、ちょっと待って、今デスクトップ、あ、でもまたなんかちょっと固まったりすると嫌だから、まあいいや、また今度、あの今僕ビデオ作ってるから、せっかくだからあれします、何、あの iPad で早速やってます。あ、iPad で私の画面出してもらっていいですか。はい。よいしょ。でもいいですか。そんな時。今画面切り替えますんでね。はい。はい、まずこれが出ました。はい。iPad の画面動いてますかね。これね。はい、今、皆さん、ここら辺に今見えてますね。これ。はい、これが iPad 石川さんの iPad の画面なんですよ。はい。はい、でこのカメラっていうのを立ち上げます。うん、カメラを立ち上げる。そうするとリアルタイムにこうモニターになるんでね。あ、すごい、今リアルタイムでモニターになってますね。で、あ、面白いですね。くるくるを持ってくるの忘れましたけど、水越さんが言おうとしていたのが、うん、このソーシャルストリームですよね。ちょっと見にくいね、やっぱね、小さくて。ここですよね。そう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 、このギアマーク、ね、ギアマーク、ソーシャルストリームの上のギアマークをクリックすると、うん、今ピント合いました。そうそうそう、ギアマークをねクリックすると、うん、これ出てくるんですよ。で、これをね、皆さん Facebook で、今、ここへ来てるとしたら、うん、アクセスしてるとしたら、うん、Facebook のマークのところをね、これ、クリックするんですよ。うんうんうん、選択して。で、もう一回ギアマークを、うん、もう一回クリックすると、押せばいい。そうすると、皆さんのアイコンが Facebook のアイコンになりますから、名前がね。うん、なるほど。うん、これ、Twitter にやってもらった方がいいんですかね。まあ、本当は皆さんね、ツイッターの ID 持ってたら、ツイッターでつぶやいてくれた方がいいんですよ、ここ。そうすると、後でね、ログを、探せますんでね。Facebook だとね、後でログは残せないんですよね。なるほどね。だから皆さん、もしツイッターやってたら、ツイッターの ID でつぶやいてもらうとありがたいですよね。うんうん、ガクさん来ましたね。じーっと壁から見てますけどね、ガクさん。こんな感じで放送してます。はい、こんな感じでね、今。はい、みたいなね。これ今 iPad の画面でね、カメラで、カメラ、はい、こんな感じでね、放送してるんですよ。はい、すごい面白いね、こういうことができちゃうという、まあ、いろんなことにね、はい、使えるだけ使おうというのが活用術です、はいはい、ね、まあちょっとまた後で画面出しますけどもね、はい、それで、うん、今何の話したんだっけな、忘れましたね。iPad、 あ、そうそう、それで、そうそう、それで iPad ね、まあ今4代目ということで、うん、4世代目、はい、ね、で、まあ、iPad いろいろ、まあ今までもね、いろんな本も出てました。で、皆さんそれぞれいろんな使い方しますけども、ね、はいはい、とにかくね、アプリのね、その次々に出てくるのがね、早い、早いですね、もうついていけないですよ。だから、そういう意味でも、うん、今の iPad で、うん、こういう便利なのあるよ、これ面白いのあるよっていうアプリの紹介とかしてもらって、うん、はい、あ、iPad これ使えるなと、なるほど、いうような服に持ってきたい。わかりました、今日はね、そういう意味で、うん、水越さんのメディカツバンドとかありますんで、メディカツ、ね、メディカツバンドにちなんだアプリをね、いいね、チョイスしてきましたんで。そうですか、今日は失敗しないように。今日はね、今の調子いいから今のところ私のマックも調子いいです、ね、はい、このままいきますよ皆さんね、はい、あ、そうそう、八高さんツイッターしました、はい、ありがとうございますね、たくさん聞いて、あ、すごいな、いっぱい今日来てくれて、はい、白いのはマイクですかと書いてます。あ、これね、うん、これね、マイクなんですよ、ね、うん、面白いでしょこれ、かっこいいですねこれ。これ前のあの前のはね、ちょっと壊れちゃった、うん、イエティ。あ、そうですか、イエティ壊れてね、でも同じメーカーなんですよこれ、あ、そうですね、なんだっけ、ブルーブルーブルーね、うん、同じメーカー、うん、これちょっとボールみたいに可愛いでしょ、うん、ね、これも同じようにいいんですか、このマイクも。これもいいですよ。あ、そうです、はい、やっぱりね、まあ、USB でダイレクトにね、うん、できるんで、1人とか2人ぐらいの配信の時はこれ非常に便利、うん、なるほど、ね、
佐々木さん、大手町では標準仕様なんですね。iPad ホルダー販売されるといいですね。うん、本当だよね、はい。早く販売してほしいですよね。はい、されると思います。サリさん、はい、ご紹介ありがとうございます。クロノキョボはこちら。ね、ちゃんとリンクまで。リンク貼ってください。さすがだ。抜け目ない。素早い、ね、うん。カネク、私も iPad 初代と新しかった iPad の2台持ってます。はいはいはい。ね、あ、伊予田さん来ました。わかりました。伊予田さん来ましたね。平川さん、うん、これで画面出せました。うん。ね、ガクさんもありがとうございます。アイコンが変わったんですね。アイコンね、はいはいはい、そうそう。あ、わかりましたね。うん、あ、よかったよかったね。うん、はい。よかったあ、顔出ました。皆さんありがとうございますね。うん、今日はツイッター接続やっとできました。設定間違えてなければログ残せるんですね。うん、そう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 。あの Facebook のアイコンでもいいんだけども、うん、そのツイッターでね、ツイッターにチェックして。うん、あ。チェックして投稿するといいということですね。なるほど。あ、カロンさんね、こんばんは、ありがとうございますね。安倍さん、ありがとうございます。顔出ましたって書いてます。顔出ました。はい、ね、平川さんありがとうございます。平川さんね、ありがとうございます。サリさんありがとうございます。さあということで、さあ行きますか。じゃあね、そのアプリ、はい、第一弾、早速第一弾。ね、行きましょうか。もうどんなの出るか、もうワクワクですよ、ほんと。今日乗ってますよ。ワクワク、ね、乗ってますよ。放送前からテンション高いですよね、今日ね。歌は3曲ぐらい歌うし。もうね、ほんと。うん、はい、じゃあ、画面出しますか。お願いしますか。iPad 画面。はい、じゃあ、GO! すごいテンションが高い。ね、はいはい、じゃあまず第1弾はですね、うん、第1弾ははい、何いきましょう。これね、はい、DJ のアプリなんです。あ、 DJ アプリ、 DJ アプリなんですけど、早速、うん、早速来てないですね。画面消えましたね、はい、ちょっと待ちくださいよ。じゃあちょっと画面切り替えていきますね。はい、はい、やろうという時に、ね、まあ、いろいろありますね、はい、やる、はい、じゃあちょっとソーシャルストリーム見えますよ。はいね、あ、サリーさん、そう、メディカスバンドに違うアプリ、アプリというかね、面白いことしてくれますからね。はい、この方はインフォ、う、いや、マット03538、初めて参加してます。ツイッターよりありがとうございます。ありがとうございます。ん、ウォルフガンツセイ、ごめんなさい、読めない。こんばんはということでありがとうございます。もうね、ツイッターの ID になっちゃうと読めないんだよね。 Facebook の ID 出してもらうとな、分かるんですよね。 ID は Facebook にして、Facebook と Twitter 両方チェックして、あ、ちょっと待って、また今度ね説明しますけどね。うん、あ、金子さんいいですね、そのハイテンション。もう久々です、このハイテンション。ゲストが男性なのにこのハイテンションって珍しいんですよ、僕ね。本当、そうなんですか。ゲストが女性だといつもね言われるんですよ、水越さんテンション違いますねって。今日はね、もうなんかゲストが男性の方でもちょっとハイテンションでね。はい、はい、オッケーです。はい、いきますよ。はい、じゃあレッツゴー。めっちゃテンション高いな。はい、はい、あのアプリはですね、うん、ちょっと紹介だけ先しますと、うん、ちょっと待ってくださいね。アップストアっていうのを今立ち上げて、はい、検索しています。よいしょ。でタイトルが DJAY という、うん、DJAY というもので、ね、ございますと。そうするとですね、これは、うん、有料なんですか。有料とですね、この今拡大しました、はいはいはい、見えてます、見えてますよ。左側が DJY で、はい、DJYLE というライトエディションっていうのが無料、うん、無料。DJY の有料の方は1700円もしちゃうんですけど、結構しますね。しますね。iPad アプリにしては。iPad アプリ。で、iPhone アプリも iPhone 版っていうのがあって、うん、そっちは85円なんで、うん、ほとんどできることは一緒なんで。iPhone でもできるんだ。iPhone でもできます。はい、まあ、ここに画面出てるように、うん、まあ、DJ のターンテーブルのようなものですね。うんうん、で、ライト版はさっきちょっと見てましたけど、うん、まあ、25曲限定だっていうのはあるんですけど、うん、機能的には同じな、うん、みたいですね。うんうん、今日はちょっと説明上は、はい、有料版でやりますけど、はい、かっちょこんな感じですね。うん、で、ここで、うん、ちょっと、はい、2曲選ぶことができますと、うん、2曲選べますと。で、
アルバムからアーティストからしましょうか、うん、M、 メディカツの M ですよね、うん、メディカツが入ってる、入ってます、マライア・キャリーの下にメディカツ、マライア・キャリーの下にメディカツだー入ってますと、いいね、そうすると音出てくださいね、よいしょ、まずキャッチウェイいきますね、来たよ、入ってます、来てる来てる、でここで DJ なんで、うん、ちょっとカメラ映ってるんですけど、ここでスクラッチができるんですね、ビョンビョンビョン、ポイントを決めてトン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 いくことができます、かっちょいよ、はい、忘れていないかい、思い出してよ無邪気で、右側のターンテーブルにやっぱり二月バンドのこの君はラブパフォーマンスね、ラブパフォーマンス、サルちゃん来たよ、ノリですね、でこの一番下のですね、ちょっと下の上に行ってサルちゃんに、なるほど、はい、これでこれを動かせば、これでね、うん、音が、あの2曲やってればこれでバーを移動することによって変わると、面白い、でそんな感じですよ、でボタンを押すと自動だったり、テンポをね2曲合わせたりとかで、サリちゃん、はい、どうぞ、これ水場さん、さっき自分の曲でノリノリでしたね、意地張ってるじゃないか、分かんないんでまあ遊べますよね、遊びながらこの2曲をミックスしたのを録音することもできるの世界でしょこれ遊べるよね、はい、でですね、これがちょっと面白い使い方ができて、ちょっとよろしいですか、アプリを終わらせて、いいね、メディカルバンドの曲ね、あ、そうですね、うん、その話なんて止まらないですよね、いやいやいや、次はでこれ、普通の音楽プレイアプリですね、はい、ここで例えばメディカツばっかりのプレイリストを作るのに、うん、メディカツと入れますよね、うん、メディカツというプレイリスト、今のアプリ、これこれは標準でついてる、さっきの音楽アプリです、あ iPad に標準でついてるね、 iPad に標準についてるアプリね、はい、アプリでメディカツというプレイリストを作って、うん、メディカツバンドのどうしたっけ、声優アドリーム、はい、これを全ての曲を追加しておくんですね、うん、で他にもプレイリストでかけたい曲があったら、うん、ここにどんどん追加しておくんですね、うん、全ての曲追加しましたと、完了ってやっておきます、うん、でさっきのアプリ戻りますね、うん、DJY でちょっと一回止めます、レコードが止まる、 iPad 画面出てるとき、うん、少しエコーがかかりますね、ああかかる、いやこっちは綺麗にいく、ちょっと待って、うん、こっちの、こっち、私もチェックします、さあ皆さん音をどうですか、ちゃんと聞こえてますかね、綺麗に入ってますか、大丈夫、大丈夫ですかね、一応2系統入ってるんでちょっと広めの空間みたいな音になってますけど、はいはい、これでですね、ちょっと皆さん、辛抱していただいて、はいはい、真ん中のあたりにオートミックスってあるんですよ、うん、ここでさっきのプレイリストで、うん、あ、わかった、メディカツを入れるんですね、ごめんちょっと待って、はい、うん、これで大丈夫と思う、すいません、こちらのちょっとミスがありました、あ、そうですか、はい、はい、あ、少し良くなりました、はい、はい、今度はこっちの音が出るかね、心配ですけど、うん、今プレイリストでさっきのメディカツを選んだんですね、はい、でシャッフルしてトランジションも、うん、トランジションっていう効果、
効果を、曲と曲の切れ目の効果を、いろんなスピンとかそういうのがあるんで、切り替えた上で、よいしょ、これでオートミックス開始ってやります。あと来るかな、来ますね、来ますよね。で本来的にはこれ曲全部終わったら次行くんですけど、ちょっとわざと行きますね。変わった。あ、すごい、レコードが変わった、ビジュアル的に変わった。そう今変わった。なので自分の かけたい曲をリストに彫り込んでおいて、あとはもう自由に1曲目終わったら次の曲が DJ が変えるかのように変わる。なるほど、そこまで設定できる。できます。なのでこれでメディカスバンドで通勤とかしたらもうノリノリ気分で、やってますんで、まあ、水越さん以外の曲もいろいろ混ぜてますけどね、著作権の関係でここでは、水越さんオンリーでいきますけど、はい、面白いですね、はい、きたきた、Say Your Dream, Make Your Dream、はい、あ、聞きましたね、名曲ね、名曲、うん、今年の紅白、今年はちょっと難しいかもしれないけど紅白いくよ、紅白、ね、次の曲に来そうっつって。いいっすね。はい。サリちゃんうまいね、歌ね。本人が歌い出して、歌い出し中に最初に様々にやりそう。まあ、それが DJ アプリになります。はい、はい、ありがとうございます。止めます、はい、お、オートチェンジャーですね。そうですね、はい、オートミックス E と、はい、ね、あ、クリアになってよかった。草野さん、キミラブの感想でメディカーツ、メディカーツって出たら完全マニア。さすがだ、いいツイートだね。あ、ヨタイさん、こんばんは、大分からありがとう、ありがとうございます。面白いってことだね。赤川さん、クリアになりました。あ、ご指摘ありがとうございました。ありがとうございます、ね、そういうツイートも本当助かります、はい、あ、平川さん、運動会の効果音で使います ね、うん、あ、そうですね、いいね、いいですね、今時の運動会、今時の運動会いいね、 DJ 風だ、 DJ 風運動、はい、いいじゃないですか。 DJ がいなくても DJ をやってくれる、なるほど、はい、感じなんで。でも練習必要だね、これちょっと。あ、でもオートだったら何秒で切り替えるっていうのは自動なんで、うん、あ、そうか、そうか、綺麗にいきます。なるほど、はい、え、それやったことあるの。イベントの、うん、なんていうんですか、イベント開始前になんか BGM 流してる、はいはいはい、ああいう時にいいね、これね、林さんの iPad 活用研究会に月例で集まる時があるんですけど、うん、今週日曜日もありますけど、うん、そこでかけさせてもらったりとか、うんうん、はい、なるほど、そういう感じです、ね、そういう使い方があるということでね、はいはい、ああいいね。それ実はあるイベントで、うん、DJ で、あの、本当の DJ の方がこうやってたんですけど、 うん、これこのアプリで、アプリでやってたの、このアプリでやってた、うん、本当の DJ が、本当の DJ が、うん、でそれ使ってるの見てて、でも1日がかりのイベントだったんですけど、その DJ がどっか行ったんですね、お昼で、うん、行ったんだけど DJ は続いてたんですよね、うん、お、どうなってるんだと思って設定を見直してみるとこの機能があったので、はぁ、これ iPhone でもできますから、私も iPhone の通常のプレイリストをちょっとやめてきて、もうこれで DJ いらない DJ もの気分でね、通勤へぇ、ね、これちょっと面白いですね、はい、はい、そんな感じです。ぜひ皆さん、はい、とりあえず無料版もあるんだよね。無料版あります、はいはい、そこから使ってみて。そうです ね、はい、あと iPhone は安いんで、 iPhone は85円で、85円でね、はい、あ、平川さんね、ちゃんと購入しました、これ、はい、リンク貼ってくれてます、ありがとうね、あ、あ、のんちゃん来てくれた、やっとつながったってこと、ありがとう、来てくれた、はい、のんちゃん、ありがとう、
ヨタヤさん、みんなの個性的な歌が素敵だね、もうメディカスバンド、ね、本当 ね、ヨタヤさん押してくれてるから、ね、はい、ありがとうございます。メディカスバンドバンバン行きますよ、うん、信弘三谷さんね、これで iMovie で使えるかっこいい BGM を作ってみたい。そうですね、ここで今録音した曲を、うん、録音できるんだ、録音できる、録音でこうやってみて、はい、今これで曲名を、ここに、ね、で今こう移行してるやつを録音してるんですね、うん、で次の曲とかね、こうやってやってるのを、曲できたなと思ったらここで録音停止と、でそのレコーディングをここで確認して、うん、ラックっていうのになって、うん、で iMovie で開くっていうのをやると、ムービーの BGM、 今ちょっと iMovie っていうアプリに切り替えていきましたけど、今 iMovie、 はい、 iMovie 来ました、はいはい、でこれ水越さんの歌がこう入ってるところに、ここ BGM 入りますよね、うん、ここに写真をさっき水越さん撮っていたのでバンバン持ってくるわけですよ、スライドショーでこう。すごいね。そうするとこの大阪府のやつもねありますけど、で最初から再生します。そうすると一個の水越ムーブかっちょいい。これ見て、これあらら。まあこんな感じで面白いですね、はい、すぐに iMovie を持ってくる、はい、さすがそこら辺はね、 iMovie 好きなんですよ私、うん、でこれ iMovie いいですよね、うん、iMovie です。ここで本当の動画も BGM はそのまま残したままイメージ映像ね、なるほど、出すとかね、絵だけを使う、絵だけを使う、 iMovie 本当に良くてですね、例えばこのシーンの中の今画面映ってます、映ってますよ、はいはい、ちょっと拡大しましょうか、うん、このシーンの動画の中のここの間、この動画の間の部分をちょっと抜きたいと、うん、カットしたいってことであれば指でこうシュッてやるだけで、あ、これ指は見えないからね、シュッと指を下に、あ、指を縦にね、こうシュッと、うん、やってこのハサミになっちゃうの、そうですね、いらないよって言ってポイッて捨てればシュッシュッシュッて、もう指だけでできちゃう、できちゃう、編集は。でこの切れ目をきれいにしましょうっていうことでやれば、よいしょ、これで水越さんの絵を見ながらどんどんできていくと、簡単に、だからそれこそ、うん、PV、 簡単な PV、ね、作れますね、作れちゃう、はい、歌ってますね、ねえ、はい、平川さん速攻で作るのがすごい金子さん、私も iMovie 好きですね、これ僕パソコンと iMovie は、ね、僕ね、ああそうですか、はい、よく使われる、作ってます、 Mac で使ってますよね、はいはい、この iPad の iMovie もかなり使えると、はい、私は逆に Mac 苦手なんですよ、ああそうなんだ、こっちが早いです、 iPad ね、はい、もうすぐ使って、これさ iPad は、はい、iMovie っていうのは買うの、あれ買います、いくら450、安い、安いですね、めちゃめちゃ安い、皆さん iPad 買ったら iMovie 絶対買った方がいいね、買った方がいいですね、今でミニでもカメラついてるんで、うん、もうとにかくすぐ撮って、うん、すぐ編集、しかもほら予告編とかいろいろあるじゃん、ありますあります、あれ簡単に作るじゃん、作れます、あだから僕今回あの、佐島に行く、はい、あの北原さんのバスツアー、あ実は iMovie の予告編で作ったんですよ、マック版ですか、マック版で、マック版で、なるほど、それをね、うん、ちょっとまた皆さん、うん、あれを見せたいんだな、さそのムービー、そうそう、 YouTube のちょっと待って、うん、さっきのメディカツ、メディカツの一番上に出てるんだよね、じゃあそれね、うん、iMovie で作った予告編で、皆さん予告編って今すごい簡単に作れちゃうんですよ、今私のまた iPad 画面行って、あいいですか、いいですか、はい、ではですね、はい、そんな時はこの一番上のビデオプロっていうアプリがあるんですね、ビデオプロ、はい、うん、これプロとプロ版じゃない、また無料版とあるかもしれないんですけど、アプリなんですね、アプリですね、はい、そうするとこんなブラウザのような画面があって、うん、今水越さんのメディカツバンド出てますけど、うん、水越さんのチャンネルに行って、この一番上ですね、そう、はいはいはい、でこの北原さんと行く夢の実現バスツアー、うん、
38回再生ってなってますけど、うん、ここで再生ボタンを押すとですね、うん、まあ見えるんですけど、うん、見えると同時にここにメモリにダウンロードするっていうのなんですよ、うん、これを押すと見てる YouTube のものがダウンロードされるんですよ、うん、でダウンロードしたものをカメラロールに保存できると、うん、そうするとさっきの iMovie でちょっと早いですか iMovie で今の映像をこう持ってくることができると。皆さんついてきてますか皆さんついてきてますかあ、本当だ、はい、要はあ YouTube ってダウンロードできないじゃないですか、はいはい、それを持ってきてカメラロール写真に保存して、はいはい、できると編集ももう一回 iMovie で作ったものをもう一回編集もできる。まあ本当はこれ音がね、はい、音がついてますよね、はいはい、じゃあこれオンにしてここ動画の音をオンにするかオフにするかそれもできるんだ消えます、はい、そうすると BGM の方が小さくなるので動画の音を大きくする。あ、本当だ、はい、ほとんどこれ音楽が小さいからあれだけど、あ、そうですか、うん、もうちょっと大きい音、もうちょっと大きくして、よいしょ、ああ、そう、来たね、これが5月でしたっけ、5月、はい、なるほど、なるほど、さあ皆さん、ついてきてますよ、ちゃんとね。あんまりもサクサクついちゃうんでね、何がなんだか分からない、魔法にかかったような感じですけどね。まあ、売り出した時に魔法のデバイスってね、そうそう一応売り文句だったんで。で、まあ、iMovie は皆さん、まあ、買ってくださいよということで、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと皆さん、ツイートね、ちょっとこれで読みましょうか。私もちょっとセットします。水越先輩見えてます、ただですねこれ ID なんで分かんないんですよ誰かね。これ多分菅沢君だと思います、うん、先輩っていうからね多分ね。ありがとうございます先輩。マサオ星さん iMovie とのコラボいいですね、うん、いいよね iMovie と本当相性だからそんなの全ていろいろ使っちゃうっていうね、はい、もう iPad の中でできるだけ、うん、iPad の中で完結すると、ね、はい、香川さん熱唱してますねありがとうございます、そうね速攻で作るのがすごい、うん、すぐできちゃう。あ、しすいさんこんばんは、水越さん石川さん皆さんこんばんは、今から9時まで拝見させていただきますということでね、はい、はい、大丈夫ですよ、ありがとうございます。予告編いいですよね、予告編ほんと使えますよね、うん、どんどん増えてほしいですけどね、なんかみんな作るのと同じのがだんだんね、うん、あれ見たことあるってことになっちゃうんでね。サリちゃんの、あ、サリちゃんね全然ついていけないけど楽しいあ、それ正直なね気持ちだと思いますよ、僕が見ても早いと思うほんとゆっくり話せて、ね、赤野さんかっこいいってね、手順は分かると石川さんのスピードは操作できません本当そうだよね、石川さん冷静、いつものペースじゃないですね、ありがとうございます。で、あと何いきましょう、はい、あ、もう一ついきましょう、皆さんどんどんついてきてくださいね、はい、分からない人も分かる人も楽しい、ね、ということでね、はい、じゃ あ、はい、先ほど DJ の見てもらいましたけど、はい、今度はそれのビデオ版、うん、ビデオジョッキーってやつですね、 VJ、 それは 無料なの、これはですね850円、うん、結構します、結構するね、はい、そうするとまたビデオ回、あ、また落ちました、落ちましたね、ちょっと待ちください、ちょっと待ちくださいね、調整します、はい、じゃあその前僕はパントマイムしますありがとうございます来ました、来た、はい、知るかな、大丈夫かな、 BJAY を立ち上げると落ちてしまう、真っ暗、お、すごい40人来てますよ、よいしょ、あ、落ちた、うーんと、
いや、出ましたかね。あ、来た来た来た、はいはい、よいしょ。先ほどあのターンテーブルで DJ、 これなんていうアプリでしたっけ。これ VJAY です。 VJ… ビデオジョッキーでございます、y、 はい、VJAY です。あ、VJAY ね。はい。で、左側にターンテーブルがあって、右もターンテーブルだったと思うんですけど、うん、今度はこのビデオの読み込みがあります、はいはい、ここで、まあ、こう最初から入ってるこういうムービーでもいいんですけど、うん、それだとちょっと派手なので、ムービーが出るかな。ちょっとそれやめといて、水越さんの映像、うん、先ほどのとか予告編とかありますけどね。あ、あれですよね。あ、来た。水越さん音が来ない。音来ない。あ、まだやってないのこれ。再生してない。再生してないですね、はい、再生来ました。まだ来ないの何らかのトラブルですね。あとこっち出してみましょうか。右側も別なビデオを呼び出します、うん、どっちがいいんだろう。こっちかな。えい、動いてないですね。動いてない。はい、トラブルです。あ、トラブルトラブルです。もう一回やってみます。もう一回ね、ちょっと待ってね、皆さんね。はい、ね、あ、皆さん受けてくれてますね。あ、小杉さんありがとうございます。水越さん、そんな芸をお持ちだったとは。ありがとうございます。あ、OK です、 OK です。あ、OK ですか、はい、はい、左側で一つのムービーを呼び出しました。これあの僕の曲のプロモーションビデオです。メディカスバンド15本目のありがとう、連続テレビ小説のテーマソングです。主題歌すごいですね。で、右側もメディカスバンドのもう一個の EV っていうんですか、うん、EV を呼び出します、はい、そうすると今映像がちょっとブレンドされてるんで分かりづらいですけど、2つの映像が重なってます。音も重なってます。2つの映像がね、そんな風に見せれたりグリッドっていうことで2つ重なってるから世話しないですよね。世話しない、うん、で、この音楽だけ、音楽スライドをビビビビってずらすと1個の音楽は1方向だけで、絵だけをこう変えたりね、することができます。戻ってきたり、モザイクでこう変えていったり、くる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 、音楽は一つ歌ってます。なるほど。手でこうやって、ね、世話しなくこう変えたりとか。なるほど、うん、結局さっきの音をこういう混ぜるの、これが動画ですね。映像までこうブレンドさせてしまう、ね、面白い。だから音は一つにして絵だけをこうやることもできるし、そうですね、これもまたここで録画ができるので、今の新しいムービーをまた作っちゃう。どういう時にこれ使えますかね。これやっぱりですね、 iMovie だと、写真と動画をつなぐだけっていうことで、横剣とか使わなければちょっと単調になりがちですよね、はいはい、なので新しい映像効果があって、はい、BGM は一つにしとくとか、私思ったのはメディカツさんの歌でを BGM にしてね、はい、うん、ちょっと映像効果があるようなものね、まさにこういう、またこれ使わせていただきます。いやいやいや、ありがとうございます。もうどんどん使っていただきたいと思います。皆さんどんどんメディカツバンドの曲ね、はい、使っていただいて、はい、まあ、これがメディカツバンドの曲ですよってちょっと一言言ってますね。それだけでありがたい。コピーライトね、ありがとうございます。まあ、今ねこれ流れてますけどね、15本目のありがとうっていう曲で、メディカツバンドですけどもね、連続テレビ小説の主題歌風に PV 作りました。風なんですよね。これでも実際これ夢なんですよ。連続テレビ小説15本目のありがとう、メディカツバンドがテーマ曲、うん、これサリちゃんがエプロン姿ですよ皆さん。これやばいですね。やばいっすよ。やばいっすね。僕なんか撮影してる現場でやばかったですから、はいはいはい、目の前にサリちゃんがキーしてね、エプロン姿、うん、もうお宝もんですよ、これね。もう、あ、シスさん、爽やかな映像と曲ですね、うん、さあ、ありがとうございます。モザイク、モザイク、モザイク、
ストロボ。アストロボね、いろんな効果がある、ね、いろんな効果できます、はい、余眼レンズあんまり使ってほしくないですよね効果で、はい、自分の曲にあんまり使ってほしくないんで、失礼しました。でせっかくなんで、うん、ちょっとサリーさんのね、はい、曲をねちょっと流してもらえたら、はい、じゃあこちらの2曲、今のもう一つですね、こっちかな、これかな、これさっきの横編なんで、うん、これかな、それだ、はい、ちょっと流して、はい、あ、曲が聞こえないですね、曲聞こえない、はい、曲いきます。これですね、サリーさんの、うん、つむじ風、つむじ風吹くとき、そう、夢も見るのは心配そうな、すねるような君の声、左手のスケールハンドルのリズム、思い出のかけら、会えない日には泣けますよ、バラード、いいっすね、いいっすか、作曲は田村真嗣さんの つむじ風バージョン、プロミュージシャン作曲家、これ BB 作家私なんですけど、これiMovie で作りました。ちょっとエプロン姿の演奏してくれました。あ、いいね、いいですね、プロミュージシャンですか、いいですね、佐々木さんが出てきたらちょっと面倒されて、他のメンバーが出てきたらこう聞いていくと、なるほど、景色を見ていたのだろう、つむじ風舞い絡む、その時は思い出して さすがメディガス映像、グッとくる、幸せでありますように、すごいですね、ありがとうございます。こういうことができるとね、はい、いうことでございます、ありがとうございます。もう今日はねメディガスバンドをねいろいろとね、はい、出してくれますから、はい、ありがとうございます。もう大特集で、大特集で iPad のコラボで、ね、はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんのねツイートちょっと行きましょうかね、はい、たくさんありますね、はい、おかなり皆さんいっぱいね、ありがとうございますね、現在41位の方見ていただいております、はい、ありがとうございます、あ、しすいさんね、水越さんの芸見逃しました、アンコールすぐやるしすごいな、さっきいい歌歌ってた人がやる同じ人と思わないです ね、 ね、 これね、アンコールに答えましたねあ、アズモックさんありがとう、見るの忘れとった、こんばんは、大丈夫ですよ、まだこれからね、まだ私テンション続いてますから大丈夫ですよあ、 iOS すごい、この方 SP もみさんね、ありがとうございます、ありがとうございます、さやかな映像と曲ですね、ありがとうございます、うん、平川さん、動画のミックスいいですね、卒業式の映像で作っています、うん、いいね、あ、そうですね、卒業式の映像、これからシーズンだし、はいはい、そうですね、いいですね、平川さんいいですよ、ね、これバンバンお願いします。あ、小杉さん、うん、ディスクジョッキー、ビデオジョッキーですね、あ、VJ ね、あ、VJ ね、はい、はいはい、ありがとうございます。サリさん何これ、水越監督の演技指導が厳しくて厳しくて厳しいよ、そんな厳しかったです、サリさん何発叩いたか分かんないからね、ほんと恐ろしいですね。あ、コロコロップさんかな、お疲れ様です、なんとか間に合いました、はい、ね、安倍さん面白い、はい、アプリが面白いんでしょうかね、アプリが何か、ね、もういろんなことが、はい、いろんなことが岩谷さん、水越監督、朝ドラサリーさんは素敵だし、ももちゃん可愛いし、ありがとうございます、ね、もうたくさんあるんだよ
ね、皆さんツイートすごい ね、 すごいすね、嬉しいね、ちょっとついていけませんよ、はい、サリーさんの若奥さん姿が眩しいね、東奥さん本当そうですよ、ね、うん、あ、安井さん滋賀からこんばんは、こんばんは、サリーさん PV いいですね、うん、ね、本当ですよ、あ、いいツイートを発見、うん、SP もみさん、うん、このドラマの内容は気になる、確かに15本目のありがとうっていうのはですね、うん、共働き夫婦、うん、15回目の結婚記念日なんです、うん、はい、毎年1本ずつバラの花をあげて、うん、で15本回目の、うん、にやっぱりバラの花をあげようと、うん、ね、はい、したところ、うん、っていうドラマなんですよ、したところてんてんてんか、いやいや、まあね、これね、僕ね、NHK の朝ドラでぜひやってもらって、主題歌で15本目のありがとうをかけてもらいたいんですよね。ありそうなドラマタイトルでね。でしょ、あ、八高さん、はい、iPad 欲しくなりました。よかったです。はい、うん、一つどうぞ。ね、しすいさん、曲も映像も歌声も賛美一体で素晴らしい、はい。ありがとうございます。サリーさん、ちゃんとリンク貼ってくれてありがとう。ダウンロードページ、皆さん買ってください。よろしく。ダウンロードで購入。そう、ダウンロード、これね、今回ダウンロードだけなんですよ、うん、あ、いいです、このサリーさんのリンクからぜひ皆さん行ってね、ちょっとね、ID 登録しないといけないんですよ、ちょっとそれ面倒だけど、今回4曲ありますから、ぜひね、うん、ダウンロードお願いします、モンスター FM さん、うーん、はい、あ、佐藤慎さん、なんか爆発してるって感じですね、それは何て言うんですか、何が、俺が、番組が番組が、あ、ちすいさん、ありがとう。最高のゲイ。ありがとう。これ、ゲイって言うとなんか、ね、ちょっとね、ゲイみたいけど。僕がちょっと、あの、なんか、ね、違うことやってるみたいですけどね。ちすいさん、ありがとうね。はい、あ、小杉さんが、石川さん、どこかダイハードのものまねをお願いします。ダイハードやりますよ。ものまねじゃないです。ものまねじゃないの、何ダイハード人生って言われてる、ね。ダイハード人生、うん、何それ。そういうことね。いつも死にそうで、なんとか生きてるって感じなんで。一時期ダイハードって言われたんですよ。あ、そうなんだ、うん、今5やってるじゃないですか、はいはい、それでこの間写真をダイハードの写真アップしたら、うん、結構受け良かったですね、あ、百何十かいいねつきましたね、それはうう私にとって多い多い、うん、どういう写真だったの、ダイハードの地下鉄の看板ですよね、うん、ダイハード、うん、ファイナル、うん、なんか今度の映画の看板、うん、それでコメントはそれ何でしたか、コメントは、まあ、昔ダイハードと呼ばれてました、あ、それは本当に人生がダイハードだったの、結構ダイハードですねまあいつもギリギリなんですよ、例えば大学の単位も、うん、同志社大学って留年率4割の学部で、うん、フルマークじゃないと3年から4年に上がれないっていう時に、うんうんうん、フルマークを取るとかね、うん、もう全然遊びまくってダメだったんだけど、うん、いつもギリギリでなんとか生き延びるダイハード人生ね、でいつもなんかこう究極的に仕事でも何でもダメになった時に、うん、なんとか耐えてこう復活してくるっていう、そういうことの繰り返しですね。なるほどね、はい、iPad もね2台持ちすぎて、はい、肩壊しちゃって、あら、あ、そう iPad 結構重いからね、うん、何のための便利なのか全然わかんないです、肩壊すんだから絵が滑るみたいじゃないですか、腰です、ね、腰にすると結構元気になりましたね、ダイハード人生、いやいやいや、ダイハード人生だなと思って、ハエさん来ました、ハエさんニヤリって書いてます、ニヤリありがとうございます、はい、もうハエさんのおかげですよ、ハエさんのおかげです、ありがとうございます、ハエさんね、今日は安定して、今日安定して送れてますよ、もう乗りに乗ってます、はい、あ、もう55分も経ってました、知らなかったです、はい、ありがとうございます、はい、ね、SP もみさんその先ってね、それもうドラマになってるときお楽しみにしてくださいよ、はい、ね、はい、じゃあ iPad、 iPad、ね、もう一つ言ってもいいですか、もう一つ行きましょうか、いいですか、はい、ちょっとぜひね、でもね、基本は、はい、うん、iPad ね、僕も使ってますけど、うん、皆さんも使ってほしいんですけども今日面白いアプリいろいろ紹介してくれてますけども、まあよくね、はい、その、うん、これは便利だっていう iPad あると、まあ俺 iPhone もあれば便利なんだけど、便利ですね、うん、iPad ならではのっていう、例えば、まあ、はい、今その iPhone だ、うん、iPad だ、パソコンだってことで、エバーノート使ったり、ドロップボックス使ったり、ね、こうシール貼ってありますけど、本当だ、なんでこれね、こっちか、ファンだ、ゾウさん、いや、エヴァーノートの人にもらったんですよ、やったんだね、あ、そういうオチですね、はい、でも iPad、はい、なんか、はい、iPad を、はい、電車の中で、はいはい、パソコン開けるにはちょっと業務的だから、ね、iPad で入力したりとか、うん、しますよね、この間の、そうそう、
あの画面、これはアナログで見せた方がいいんだよな。あ、そうですか、はい、皆さんね、知って、まあ、この間やったけど、僕この間実は知らなくて、キーボードこうやって打つじゃないですか、ね、ちょっと待ってね、はい、これね、電車の上で僕ずっとこれの状態で打ってたわけ、両手 で、うん、でちょっと遠いなみたいなね、はいはい、手が親指がね、こうやって分けれる、分けれるんですよ皆さん、これ僕知らなかったの、これ、うん、簡単に分かれるのね。そうするとね、近いですよね、これで打てちゃう、こうシッとね、これだったら本当電車の中でも本当に簡単に打てるわこれ、うん、ね、この指が疲れた時はね、このモードにしたらいいですよね、ね、うん、これいいよ。あとなんかこう、うん、面白いのなんかあるんですか、今この状態ですか、うん、まあ音声認識を行いだからね、この間ね、結構やってますよね、ちょっと面白いですよ音声認識、うん、何でもこう音声でやってるんでしょ。そうですね、結構ここのマイクのマークがあるので、ここで、あとちっちゃいんですけど、うん、ここにちっちゃい穴があるんですよ、はい、このちっちゃい穴、ここにちっちゃい穴があってですね、これは、うん、この穴がマイクなんですね。え、どこにあるの、この穴、これ潰したら、これがマイクなんだ、はい、これゴミ溜まりやすいんで、あ、そこ、ね、壊しちゃったら、うん、終わりです。でここで、うん、ちょっと待って、うん、これね、マイクボタンで押して、タップ、武蔵小金井に今日は無事着くことができました。丸。これからメガ盛りチャーハンが楽しみです。丸。さあ、どこまで？あ、そうすると、今日、武蔵小金井に今日は無事着くことができました。これからメガ盛りチャーハンが楽しみです。すごい。完璧。OK です。メガ盛りチャーハン心配だったんですけど。いや、これから電話で確認しますから、今生放送中すごい、これだから便利ですよね。いや、メガ盛りチャーハンの変換が心配だったんですけど、変換がね、うん、メガ盛りちゃんと出てるね、出ましたね、はい、うん、これ使えますよね、音声認識ね、はいはい、そうなるほどね、はい、これは結構便利だと思いますよ、これで。もう一個紹介したいんですけど、うん、またこっちのあれがちょっと調子悪くなって、はい、調子悪いの、はい、うん、少しお待ちください、はい、じゃあ皆さんのツイートね、調子悪いって、 iPad が調子悪いわけじゃないんですけどね、放送で流すのがなかなかと。昔だったら映像編集したらエフェクトかけたりは本当にお高いマシン、あと長時間労働で命削って作ってたんだ本当でもそうよ、あ、ね、iPad でサクサク作れちゃうと驚きです。疲れますよね、元 IT 系、あ、そうそうそう、しゅすいさんこう見えて IT 系だからね、あ、 OK になりました。はい、これ小杉さん何、ね、あれしてます、うん、リンク貼ってくれてんだろう、ちょっと待って、なんだろうね、ああ、そのダイハードの映画見るときに写真撮ってる、ありがとうございます小杉さん、はい、ありがとうございます。あ、キーボード割れ知らなかった、うん、このツイート嬉しいですね、あ、かった、僕も知らなかったからね、はい、嬉しいよね、阿部さんね、金木さん、音声認識面白いですよね、文章を書くときの脳の使い方が違います、うん、なるほど、うん、ね、完璧入力じゃないですか、うん、さんね、楽々ですね、草間さん、この後メガ盛り休みじゃないことを祈りますということでですね、ちょっと待ってね石川さん、はい、ちょっと今ね確認しますから、ライブで電話するんですか、電話します、うん、じゃあその間に私はちょっとツイートを、引き続き昇竜号、三谷さん、音声認識便利ですよね、人前でやったら変な人に間違われそうだけど、いや別に大丈夫じゃないですかね、私やってますけど、あれ、うん、さあ、あとあと便利優先ですよ、ちょっとね電話かけてみますか、ね、はい、お願いします。わ、今回は音声がきれいに入力できてる三谷さん、よかったです。もしもし、シャルバでございます。あ、すいません、今日はやってますでしょうか。あ、やってます。あ、わかりました、後でお伺いします。はい、ありがとうございます。どうも、失礼します。はい、ということでメガ盛りやってましたよ。こんな毎回やってるんですか、放送中に。やってない今日乗ってるから乱暴だな、ね、はい、ということでね、メガ盛りやってましたよ今日は、まあ、安心してお店まで行けますからね、はい、よかったよかった。お店の前でね、明かりついてないとがっかりしますからね、うん、ね、この間掃除したからね、はい、遅かったからかしらね、うん、あ、行きますか、はい、あ、行きましょうか、 iPad 画面、はい、ちょっと待ってね、はい、出ました。で、まあ、いろんなアプリあるんですけど、うん、基本は
ブラウザが見れるっていうことだけでもね、結構でかいですよね。うん、この間のあれなんだっけ、うん、ドルフィンさんあれ、ね、今日のツイートでもね、はい、あ早速使ってますって人いましたね。あ、そうですか、うん、ドルフィンでいきましょうか。ドルフィンでもいいんですけど、おすすめドルフィン、おすすめドルフィン、私も使ってますこれ。ここで、あ登録してないかな、水越さんのメリカツの目に、あ出ました、僕のあのブログ、ね、指書きでね、うん、あ指書きで出たわけね。そう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 、はい、メディカツの目を描いたわけですよね、はい、あとなんだっけ、水越さんの身でやると今度はフェイスブックページもね登録してます。これ覚え込ますわけね。そう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 、手書きで簡単に出てくるという。そうですそうです。例えばアマゾンも登録しておきたかったら、うん、www.amazon.co.jp で、うん、ここを覚えさすために、メリカツの目と似てるからあれだな、 A という字、 A ちょっと汚いか、待ってくださいね、 A、 あ、こっちになっちゃいますね。あ、ごめんなさい、今手順間違えました、うん、ここでブックマークの追加のようにジェスチャーの追加っていうのをやります。ジェスチャー分からなかったら皆さんアーカイブ見てね、アーカイブこれで保存、こうするとね、あ、ちょっと待ってね。はい。誰か来ました。はい。今、来客がありますので、少々お待ちくださいね。今、操作しているのは、どうぞ。ドルフィンブラウザです。いいですよ。あ、お客様がいらっしゃいました。びっくりした。やってるんですよ。マジでさ、ちょっとそっ、まあ、そろそろメガ盛りで、いやいやいや、どうぞ。ちょっとね、言います、急な来客がありましてですね、いいですか、はい、映しても、これ映ってるんですか、映ってますよ、今来客の方がいらっしゃって林先生会社帰り、会社帰り、ありがとうございます、林さんが来ていただきました。iPad 活用研究会の林博康さんです。どうもいらっしゃいませ。林さん、ありがとうございます。いいですね、仕入れに来ました。ありがとうございます。まだ何本番中です。ということで、もうちょっとお付き合いくださいませ。ガタガタガタ。びっくりしたよ。本当誰が来たのか、この時間。はい。あ、そう、皆さん、どなただろうと。心配してますね。大変なことになってますね。こんなところで林、今28000、どれくらいだろう、ん、林さんのフェイスブックページ、あ、林さんのフェイスブックページ、今日気合入れて6回紹介しました。ありがとうございます、ありがとうございます。もうね、すごいですよ、今28875、すごいすごいですね。あ、はい、まさに画面出してもらっていいですか。あ、ごめんなさい、はい、いい、大丈夫、ありがとうございます、もうちょっとはい、いいですよ、はい、はい、これでですね、ええ、林さんといえばクオーという言葉なんで、クオーと書くと、クオーと書くと、そうすると、今来ていただいたのは林さん、あ、ね、これ個人ページ、個人ページです、はい、で、この iPad 活用研究会をクリックすると、うん、はい、あの林さん、ご存知のように私飲めないんですよ。え？じゃない、この間の時は僕飲んでないじゃないですか。そうか、28875ですね、こんな感じでたくさんの人がね、うん、月齢の時に集まって、ありがとうございます、はい、それで、はいはい、話を戻しましょう、はい、Amazon これでいけるかな、うん、Amazon.co.jp で、うん、サリーさんですよね、うん、サリーさんの本を検索します。サリーサリーさんの本、はい、うん、そうすると黒猫本もありますけど、はい、5つの魔法本もあります、はい、と。で最近では、うん、Kindle があれば、うん、単行本では1470円、うん、Kindle 本では1120円となっています、うん、で、この Kindle 版を買いたいですっていうことで、うん、24% オフで買えますよっていうのがあるんですけど、うん、ここに無料サンプルを送信っていうのがあるんですね、うん、これを押すと、うん、Kindle にそのまま入ってくれる。へー、うん、今ドルフィンだったから、うん、ちょっと行かなきゃ、無料版がそのまんま、うん、そうです、一回サファリでちょっとやらせてください
きます。ここで自分で今石川陽一さんでログインしてるので、うん、Kindle 版に行って、うん、まあ、ワンクリックで買うってやればすぐ買えちゃうんですけど、うん、無料サンプルっていうので今すぐ無料サンプルを送信っていうのを押すと、うん、ピピピピピって言って今 iPad に配信中ですっていうふうになるんですね、うん、でこの Kindle for iPad へっていうのを押すと、うん、いつもの Kindle マークが出てきて、まあ、サリーちゃんの本がここにダウンロードされてる。 iPad でさ、Kindle 読めちゃうんだよね、うん、読めちゃいます、はい、みんな知らない人結構いるんですよ、うん、前からあった。え、もともと前からあった。あ、前からあったの。前から水越さん来た頃からあった。あったんだ。でも US だけだったんですよ。え、本がなかった。本がないから。ああ、うん、そういうことなのね、うん、だから知られてなかった。そう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 、日本の本が出てきたのがこの間の10月か、うん、ああ、ああ、アプリと向こうの本はね、もっと前から。ああ、そうなんだ。そうすると今のサンプルの5つの魔法が、はい、うん、ダウンロードされているので、これでタップするとここで読めちゃう。読めちゃう。皆さん iPad で Kindle 読めちゃうんですよ、うん、縦にします。これサリーさんの本ね、うん、5つの魔法、魔法本、魔法本5つの魔法です。これも面白いね、サリーちゃん本当、うん、ちゃんと字も大きくできますよ、いいっすね。オリオンビールってツイートがありますか、ね、素晴らしい。ビゴラスってこと。結構 Kindle はダウンロードして Kindle 買いますね。買う、つい買っちゃいますよね。買っちゃう。漫画とかもありますよ。え、あ、漫画ね、はい、お金使っちゃいますよね、林さんも。使いますね、うん、1日で10冊ぐらい平気で漫画連チャンで買っちゃいます、ね、あ、そう。それで iPad で読むの。iPad で。Kindle もお持ちなんですよ、あのペーパーホワイトの林さん。あ、持ってる、うん、それでどうですか、 Kindle と iPad は。あのね、 Kindle も種類があるんですよね、うん、ペーパーホワイトっていう、液晶じゃない、目に優しいタイプ、もう一個あの iPad もどきみたいなね、タブレットみたいな、液晶で、Android、中短波でしか出ないです、うん。で結局 Kindle のハードのまともなのが出てくる前に、うん、iPad では先に読めてたわけですよ、うん、日本の Kindle 本が、うんうん、だからカラーで読むんだったら iPad、うん、え、カラーで読むんだったら iPad。 なるほどね、モノクロでもう目が疲れたくないわって言うんだったら Kindle、 Kindle ね、 Kindle で見ることもあるの。最近全くないです。 iPad iPad 最初の頃はあの Kindle 結構見てたけど、今は全くなくなりました。だからさ、皆さんさ、もう iPad 買っちゃいましょう。iPad でこと足りるわ、そういうオチで、ね、いやいやいや、ね、Kindle 素晴らしいですよね。 Kindle 素晴らしいです。いや、 Kindle 素晴らしいですよ、素晴らしいです、日本にね。なんでそれ急にそうなんだ。 Kindle 応援してますからね。 Kindle 応援してますね。 Kindle 安いんですよ、そのモノクロの目に優しいって方が、ああ、安いですね。7,908 円のやつから、うん、12,000からね。キャバから行くんだったらそっち買いましょうよって話です。水越さんの番組なんだ私の番組だったらそれ OK なんです。あ、サリーさんね、魔法本のご紹介までありがとうございます、はいはい、こちらって、ね、ち, ら、はい、ちゃんとリンク貼ってもらってますからね、サリーさんさすがだ、はい、iOS すげーって書いてありますね。でね、はい、あの僕の、うん、はい、さっきの今度5月20日 の, その予告編、うん、予告編、うん、あれをちょっとね、左右流してもらいたいんですけど、はい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 、ちょっと見てもらいたいんですけど、予告編、あのね、僕の一番上に出てるやつ、あのページ、YouTube の YouTube のね、うん、さっきのね、そう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 、はいはい、ちょっと待ってくださいね。オフラインっていうの、オフライン、これね、あ、そうそうそう、これね、それをちょっとね、うん、見て、はい、みんなに見てもらいたいんで、ね、50秒ぐらいですもんね、ええ、いいですか、ちょっと大きくしますね、うん、音大丈夫。ちょっと皆さんね、5月20日にあの北原さんの自宅へ行くバスツアー、去年もやりましたけども今年もやります、はい、その予告編を iMovie でちょっと作りましたんで、ちょっと見ていただけたらなと思います、はい、いいですか、はい。
ね、ちょっと難しい。ありがとうございました。5月20日はぜひですね、一緒に行きたい方は私のサイトとかブログでですね、リンク貼ってありますので、ぜひ、一緒に行きたいな行かれる方はね、申し込んでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、石川さんって何か告知あるんですか？告知ね、こんな iPad の使い方を、うん、私も水子さんにね最初教えていただいて、はいはい、ユーストリームから始まって、最近はYouTube ライブっていうので、 YouTube ライブ、はい、うん、毎週土曜日か日曜日の夜9時半から、うん、はい、基本9時半からやっております、はいはいはい、そこでですね、うん、まあ、今日はね水越さんの番組の中にこの私の Mac と Mac をつないで、はい、iPad の画面見ていただきましたけど、はい、iPad の画面を出しながら、うん、そうっす、いろんなアプリを紹介したり、うん、使い方を紹介したり、面白いですよね、はい、うん、そんなことをやってますので、うん、1時間番組やってますので、ぜひ来ていただけたらと。どうやったらいけるの、そこ？今度やるのは9日土曜日9時半で、9時半、私の Facebook ページのイケてるみんなの iPad 活用術というのが、Facebook ページがあるのね、はい、iPadJP.info ですかね。林さんも行ったりするんですか？林さんも出てもらったりとか、ね、しょっちゅう出てる、うん、しょっちゅう出てる、うん、まあ、酔っ払いだ、はい、大御所も出てますから、はい、ぜひで、大御所は、あ、すいませんね、いい iPad 活用研究会 iPadJP で月例会っていうのがあって、今度日曜日ですよね。日曜日ですね、日曜日、今度は毎月1回、毎月1回、もうね、今ね早く申し込まないともういっぱいになっちゃうもんね。もういっぱいになっちゃいました。今回もいっぱいいっぱいですね。もうすごいですよ。懇親会は何人か、まだ3人ぐらいあります、はい、ということで、はい、9日9日が私の番組、そうそう、10日が10日ね、はい、ジェビスの、はい、ということで、ぜひ、それぞれ Facebook ページがあるからね、はい、ぜひ皆さんね、興味がある方はぜひ、はい、iPad これもっと知りたいなという方はね、ぜひ来てください。今日でかなりね iPad 欲しいなという人いたと思いますよ、ね、面白い、嬉しいですよね、欲しいと言っていただけるだけで、アップルには何のあれもないですけど、もうキーボードが割れた時点でね、はい、欲しいと思ったと思う、はい、いや、それで割ってみたいなという、ね、本当に割ってみた、俺感動したもん、自分で割った時キーボードだって今まで知らなかったんだから、本当にね、ですね、あれ電車の中でね、はい、そうやるとね、僕ね、ずっとこうやってやってたのよ、それがこの間石川さんに聞いて、はい、割れんじゃんみたいな、本当便利だ、はい、まあ、他にもいろいろね隠し機能いろいろありそうですけど、今度はまたね、はい、ぜひまた出ていただいて、はい、ね、ぜひ、面白いネタをね、はい、たくさん聞きたいと思いますけども、はい、今日何かまたあるんですか、あです、ね、愛のツイート大賞、それがですね、前回はこれでしたよね、あ、まず商品発表、あ、前回は iPad でくるくるっていうハンドルだったんですけど、はいはいはい、今回はですね、 iPad じゃないんですまあここにもありますけど、エバーノートのシールとか、このシールあるんですけど、これじゃなくてですね、実は今エヴァーノートでの方とも友達ができて、今ちょっとグッズ調達をお願いしている最中で、今度の林さんの月例会に、うん、オリジナルノベルティをですね、はい、もらうことになっています。多分1個ぐらいは余りますので、はい、1つ、はい、今回の愛のツイート対象でしたっけ、はいはいはい、それ用にエヴァーノート関連ノベルティということで、なるほど、はいはい、じゃあ差し上げたいと思います。はい、どなたにしますか。はい、いや、それは水越さんにちょっと選んでいただいてね。いろいろありますからね。今日はたくさんの方ねいましたけどね。よかった、本送が安定して。ね、本当によかったですよ。でもほら、うん、僕、うん、石川さんの知ってる人でも持ってる人とかって。うん、あ、この間佐々木さん知ってる方だったんで、うん、今回水越さん。本当ですか。うん。その方がもらって喜ぶ人っていうのがね、うん、限られちゃうよね。マニアですよね。マニアだよね。はっきり言って。そうなんだ。うん、エヴァーノート好きそうな方でもいいですよ。エヴァーノートね。あ、そしたら、うん、シールつながりで、うん、水越リーダー歌い出し注意とご指摘いただいた草間さんにあげましょう。ありがとうございます。草間さん。草間さん、ゼロ坊やシールとカパルのシールでいろいろやってます、はい。今度エヴァーノートシールも。エヴァーノートシールも。はい。いただいて。あら、おめでとうございます。おめでとうございます。多分もう今聞いてないと思いますけどね。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、あ、のんちゃんね、iPad 面白かった。サミーさん可愛かった。水越さんかっこよかった、はい。書いてないね。はい。ありがとうございます。うまいな。うまいですか。さすが師匠です。いい。
あ、うん、iPad があればほとんどの電子書籍読めますから便利、値段が高いのがネックなだけですね、はい、そうですね、もうちょっと安ければね、うん、Kindle は安いの、Kindle は、うん、8000ぐらいから白黒ですけどね、あ、でも写真集は全然ダメです、あ、ダメですね、あ、Kindle はね、ズドンみたいな、ズドンみたいな、はい、終わりにしたいと思いますねということで、もうお時間も過ぎてますんでね、はい、この間夢聞いたよね、うん、この間言いました、本を、ね、本を書きます、本を書くね、はい、ぜひね頑張っていただきたいと思います、はい、今日は本当無事に終えてよかったです、よかったですよ、今日安定してますよね、皆さん本当たくさん、ね、おめでとうございます、ありがとうございます、もう本当にね今日よかったね、皆さんもねたくさん愛のツイート、あ、はい、マジアザース、石川さん林さんは iPad 100でお会いしましたよ、カルカルの、ね、はい、ほら、そういうことなんでね、よかったよかった、はい、喜んで、あ、見てたんだちゃんとね、はい、見てないのかと思ってますよ、ありがとうございます、どなたかしら、草間さんという方なんですよね、メディカツ、草間さんという方はですね、はい、無重力体験で、プロポーズをしたという日本で初めての、あ、そうなんですか、これ言っとかないとね、それで宇宙の写真が、そうそうそう、なん、はい、だろうと思ってた、ということで、あ、安倍さん面白かったです、ありがとうございますね、ありがとうございます、あ、ヨタさん、メディカツポーズ忘れずにちゃんと覚えてますよ、ありがとうございますね、ということでメディカポーズ最後、はい、いきますよ、はい、覚えてる、うん、うん、わかんないですよ、真似してますから火曜の夜を楽しみには、はい、メディカッツ、ね、はい、でいきますよ、はい、火曜の夜を楽しみにはメディカッ ツ、ありがとうということで、一番恥ずかしいですね恥ずかしいね、じゃあもう一回やろうかもういいもういいですよこれね、見てる人ね、うん、何回も言ってるんだけど、うん、あの外の、うん、なんていうの、あれなんつったっけ、コーヒー飲むとこ、スタバ、スタ スタバとかでこう、はい、iPhone で見てる人が、はいはい、皆さんやってくださいねって言うと、本当にそれ、iPhone、こうやってやるんだよ、そう、周りの人が、はい、それなんですかって言うと、いや、メディカツですって紹介してくれるの、石川さん、こんなところで恥ずかしかって言っちゃダメ、わかりました、まだまだでした、電車の中でやる人もいるんだから、はい、いきなりこうやって、ね、わ、はい、かりました、はい、ということでですね、はい、また石川さん出てくださいね、はい、どうもありがとうございました、林さんもまた、今日ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございますということで、メディカツまた来週やりますんでね、はい、お届けしたいと思います、はい、では素敵な1週間をお過ごしください、はい、さよなら、